今日はもうやるの決めてるんだよ。カプコン。たまやー。はぎやー。姫。何？急に雷なんてなったらビビるじゃん。はい、今回もお得にお届け。ただの礼です。今日やっていくゲームは超魔界村ということで、魔界村っていうのはね、死にゲーとして皆さんもご存知だとは思うのですが、まあ、実際遊んでチャレンジしていきたいと思います。こちらの超魔界村は、魔界村っていうのがね、確かファミコンにもあったと思うんですけども、1991年10月4日に発売されたゲーム。まあまあまあ、やにはともやりやってみましょう。ほい！ゲームスタート！城に何かが忍び込む影。なんでウチャウチャしてんじゃねえよ。あ、これさらわれるパティーンだ。これ絶対さらわれるパティーンだよ。わかるよ。もうわかるんだよ。パリーキャーですよね。ほら、イチャイチャしてるからリア充爆発しに来たじゃん、この赤いの。姫って感じだね。うわ、なにこれ。なに、これを、いいってとこまで行かなきゃいけないんだ。うわ、大変そう。ま、行けるとこまでやってみっけ。はい、というわけで、はい、制限時間がね、存在してるんですよ。で、A ボタンでやり投げと。で、何ボタンでジャンプだ？ B ボタンでジャンプと。あ、やばい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 ！はい、というわけで、どんどんこうね、最終的にはパンツ一丁になってしまうという、とんでもないゲームなんですけど、これ。死んだわ。そして骨になるというね。いや、鬼畜なゲームでしょ！これさ、二段階ジャンプってできないの？あ、できるんだ。じゃ、これ敵避けながら、ひたすら行くと。あ、二段階ジャンプできんのね。あー、それはありがたい。三段階はできないんだ。よいしょ。こうやってひたすら行くと。走ったりとかはできないっぽいね。やーべーべー！痛いー！きついなぁ、きついなぁ。これはどうすんの？あ、死んだ。え、難しくね？これ上行った方がいいよ。絶対上行った方がいいよ。はい、3回目のチャレンジ。いや、せめてファーストステージクリアするまではやりたいんすけど。あ、やべ、え、踏むことできないの？マジで踏むことできないの？死んのみの極みなんですけど。このさ、騎士の人すげえな。パンツ一丁で2段階ジャンプとかなかなかできねえぜ、これ。おら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 、床貫通するな。え、あれ終わった？早くね？死んだんですけど。早っ！いや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 、こんなところでまだ負けるわけにはいかないし、やってやるし。いや、無視しよう。無視するのが一番いい、これ。あ、お宝だ。お宝、何これ、何入ってんの？あ、弓だ。あぶねー。お、いいね、弓。弓いいね。いいよ、調子いいよ。すっごい調子いいよ。すごい調子いい。あれ、これ積んだ、もしかして。あ、やった。お、いいぞ、調子いいぞ。すげえ調子いい。マジか。あ、なるほどね。で、ここ登れると。よし、いいぞ。いやー、危ねー。で、これ壊して。お、いいぞ、スーパーアーマーだ。いや、調子いいんじゃない？初めてやってる割にはすげえ調子いいよ。おお、アーマーかっこいい。あ、こうやって強くなっていくんだ。なるほどね。あ、待って、調子乗ったらやばい。調子乗ったらやばい。なんでこんな怖いことするの。これ宝箱取ってどんどん強くなるんだ。いや、宝箱、これ欲しい。かっけえ。もうマジやめて、骸骨。よし、いいぞ。いいぞ。だんだん、騎士が騎士っぽくなってる。これうまくね？これ
定位っぽいね。怖いな。わ、なにこれ。どないすんのこれ。え、これどないすんの、これどないすんの。あ、いけた。焦るんですけど。あ、怖っ。いじめかよ。いや、怖っ。せっかくあそこまで行ったのにね。途中でセーブさせてくださいよ。キッチンカー、キャッチンカーすげーなんだけど。やだやだ、負けられないわ。生きててよかった、私生きててよかった。いやー、そんなー。メロスは走る。あー、ゆっくりすぎるんじゃー。死んだー。嘘だろ、死んだー。ない、宝箱の中に偽物出てくることなんてあんの。あー、骨になって。いやはー、もういや、先に進めないんだけど。よし、やっと海まで来れた。あれ、これどうやって行くの。もうパンツ委員長で海に行くバカいないって、他に普通いないから。せめてさ、ボスクリアするとこまでは何とか。あれ、もうやだやだ、いやー無理ー。何回袋になる気がするんだよ、このおっさん。死んだー、当たるんですけどとんと、近畿のセーブ使っちまったよ。本当はダメだけどなって、ここまで来れたよ。でもね、どんなにロード使ってもね、ここにも、あ、ここに戻るんだ。あ、やった。え、じゃあちょっと近畿のセーブ使おう。近畿のセーブ、ちょっとこれ使わないとレイにはちょっと難しかった。よいしょ、ほらほらほら、いいぞ。こんなん初期にはわからんって。いやー、いやー、よし、いいぞ。どうすんでしょ。戻れ、欲張っていいかな、セーブしていい。よし、やったー、かっこいい。あ、やべ、あー、くそ、もうパンツになってしまった。でもここまで来れた、ここまで来れた。うわ、音楽終わった。何何何、うわっ、うわっ、死んだー。いやー、あ、死んだー、死んだー。いやー、嘘でしょ、嘘。ほら、最強の戦士のまま来れたぞ。ちょっとセーブしていい、セーブするよ。どこでもセーブのありがたさ半端ないわ。本当はダメだけど、許して。どうしてもな、どんな手を使ってでもファーストステージはクリアしたいのだ。ほら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 ほ、うそー。いやー、死んだー、惜しかったなー。これいい感じで当たればよかったのに。うそー、卵吐いた後にすぐさ、どつくのずるくね。いい感じで当たってるんだよな。あ、これ伸ばしてくる。これ強くね、これ。ダカ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 っていう。ダカ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 っていうのが強い。ダカダカが強い。ダカダカが強い。
いいぞ。いいぞ、ダガダガがいいぞ。きたー、はぁ、勝てたー、テイクアキーも勝てるい、やっぱーい。やっぱセーブじゃね、あ、セーブか。セーブしねえと勝てねえっていうことがよーくわかったわ。このゲーム、むずい。